なんだこいつ。まさか失敗したのか。クソ。こうなったら予定変更だ。今すぐお前らを殺して。まさか。もう終わりだ、黒沢。堂島、お前。さすがにここまで長時間のイベントは初めてだからね。はるかは？ちょっとはるか、どうしたのそれ。え、ちょっとやばくないそれ。大丈夫です。大丈夫ってことないでしょ。ちょっと待って、今誰か呼んでくるから。いや本当にいいからここで待ってな。ほんと、タバコやめとくんだったな。こんなんだったら。そういや、西島さんと品田、どうなってますかね。親父、あなたの負けです。こうなった以上、潔く負けを。お前らの負けだ、堂島。何を言っているんだ、この後に及んで。時間切れなんだよ、もう。親父。堂島、お前の言った通りだ。もう俺の体は限界だ。それじゃあお前、まさか。そう、あの話は本当だったんだ。俺は本当に末期のガンだったんだよ。親父、そんな体でどうしてこんなことを。どうしてもこの目で見たかったんだ、俺が築き上げた力のすべてを。あいつが
引き継ぐ瞬間をな。そう、まだ嫌がったのか。キリさん、俺です。ダイゴです。ダイゴ、お前意識を取り戻したのか。詳しい説明は後でします。それより黒沢の本当の目的は桐生さんたちの命でもカムロ町でもありません。東城会、それに近江連合そのものをある男に受け渡すためのものだったんです。ある男だと？誰なんだそれは。とにかく今は時間がない。お願いします。今すぐ東城会本部に向かってください。行けば全てが分かるはずです。分かった。ここは任せてください、キリュウさん。今すぐ行けなきゃならない場所があるんですよね。だが、どっちにしても俺はあの金井ってバケモンとケリをつける必要があるんです。それに俺はこの町の住人だ。町を壊したあいつらを許してはおけない。ここは俺に譲って。さあ、頼んだ。さあ、これで俺もこの町の伝説になれるかな。行くぞ、カナイ！覚悟せえ！ほんとしぶといね。まだや。あと少しで次の部隊が到着する。もうこの町は終わりなんや。何？誰や、あいつら。黒沢の親父の息のかかった連中は全部こっちで始末した。何やと？踊れらが自分勝手な夢描いてる間に、わしらはわしらでもっと大きな夢に向かって動いとった。山笠組に北方組、東城会に近江連合、皆堂島に真島、それに桐生藩と戦うことで互いに繋がれた絆なんや。もう踊れらの好きにはさせん。踊れらの敵はこの国の極道全員じゃ。
近江連合は今日までただの一度も頭を下げたことはない。それが近江が最強たるゆえんや。せやけど今日だけは頭下げさせてもらう。秋山藩世話になった。どうや、ただの金貸しが極道の上に立った気分は。いや、あんまりいいもんじゃないね。あんたって人の器のでかさが身にしみてわかるよ。あとは桐生さんがどう締めくくるか、それだけ。